はい、皆さんどうも、やミティです。今日は本当の最後、さよならセンターというわけですね。明日センターでございますけれども、皆さん大丈夫でしょうか ?YouTube なんか見てないでちゃんと勉強しましょう。えー、適当な YouTube を見るというか、まあ適当というと失礼なんですけど、エンタメ的なものを見るぐらいなのであれば、まあ僕のですね、チャンネルで勉強してくださいという意気込みでやっており、あの、動画を上げさせていただきます。あのですね、このダイビングで上げるのどうかちょっと迷ったんですけど、まあそんなことは良いとしてやっていきましょう。三角形 ABC において、コサイン、コサイン B、コサイン C というのが正であるということと、は、三角形 ABC が角角三角形であるるための何々条件、まあ、いわゆるです、ね、四角 結果四角ぐらいのあ命題と論理集合とかですねそこの必要十分条件を書きなさいみたいなことをやっていくわけですけれども、えー、皆さん大丈夫でしょうか結構苦手な方いるわけですよね例えばここにまあ選択肢が1,2,3,4みたいなのがあって必要条件十分条件、えー、それどちらでもないみたいなこともあるわけですけれどもきちんと条件をそれぞれ読み替えていって、えー、判例があるなら判例というものを埋めていかなくてはならないわけですというわけでそれぞれ P とか Q とか置いてきちんとやっていきましょう皆さん頑張ってください行きましょう はいといいとうわけでやっていきますがまずやらなくてはならないのは必要十分条件の確認というわけですから P とか Q とか置いて P と Q というのがこちらからこちらこちらからこちらが成り立つかどうかをチェックしましょうでこちらからこちらなら十分こちらならこちらは必要みたいなことですよねというわけでチェックしていきますで P とか Q をまず意味を考えていかなくてはならないわけですねで Q の方をまず考えてみましょう見,見た目が簡単そうなので三角形 ABC が A 角三角形つまりすべて A 角ということですねすべて A 角 というのが A 角三角形という条件です。他にもですね、直角三角形とか鈍角三角形みたいなものがあるわけですけど、これ一つが90度直角ですね。鈍角というのは一つが鈍角ということです。で、一つが鈍角なら二つが、残りの二つが A 角にならなくてはならないわけですね。足して180度ですから、まあそういう条件です。全てが A 角、もしくは少なくとも一つが直角、もしくは少なくとも一つが鈍角という条件で完全にセパレートされているわけです。で、各 ABC というのがあって、全てが A 角という状況です。で、この場合ですね、まずコサインの情報に読み替えておくことが望ましいでしょう。 そうするとべてが、A、角というのはコサインがすべて正という状況に対応しておるわけですね。なのでこの段階で P と Q を比べた時にこっちは良さそうですね。すべて,てが正であればかけて正というのは当然ですね。で逆が成り立つかどうかです。これがチェックしなきゃならないことですね。で3つの積をかけて正になるということは今言ったように3つが正ということがまず1つあるわけです。これがいわゆる A 角三角形ということに対応するわけですね。でもうつつは1つが正で 二つが不ということがあります。三つの席の場合。ま、すべて実数ですからね。その場合に二つが不ということがあり得るのかということですね。このケースだったら嬉しい。で、このケースだ、じゃえー、があり得るのであれば、こちらからこちらが成立し、こちらからこちらが成立しないということになるので、まあ、いわゆる必要条件ということになるんですけど、このケースをきちんと調べておきましょう。そうすると、二つが不ということはないということがわかります。というのは、二つが不ということは鈍角二つということですね。こんな三角形はありえません。鈍角が、 2つを意味するのでこのでこ条件はないといとうわけですなので、P というのも結局2つに分かれたんですけれども、こちらが事実上成立しないので、これ、つまり Q と必要十分条件になるというわけです。なので、まあ、結果からしますと、逆順を追ってしまいますと、P をきちんと考えてみる、1個が正、2つが負みたいなことで考えてみたりすると、結局これが成立しないので、ま、全く Q と同じ条件、それをコサインで書いただけという状況になるので、結局どちらも成立、つまり必要十分条件ということが分かるわけですね。 はい。というわけでいかがだったでしょうか最後の復習にはですね、持ってこいの、いわゆる論理の問題ですけれども、きちんと落ち着いてですね、どっちからどっちが成り立つ、どっちからどっちが成り立たない、みたいなことをきちんとチェックすれば、必ず解けの問題ですから、特定源にしていただきたいと思います。え、<laughs> 6点、8点、1問間違えるだけで6点、8点落ちてしまうような問題ですので、きちんと復習して、落ち着いてあれば必ずできると思いますので、ぜひとも皆さんやっていきましょう。というわけで、この動画がためになった、あ、と思う方は、ぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。というわけで、次の動画も、えー、というか、まあ、センター頑張ってください。本当に応援しておりますので、皆さん頑張ってください。よく寝て はいさよなら。